中川大橋は、東京都葛飾区青戸と同区新宿の間を流れる中川に架かる道路橋。国道6号が通っている。長さ 134.4 メートル、幅員 30.8 メートル、最大島長 52.0 メートルの鋼連続箱桁橋である。橋の管理者は関東地方整備局である。また、防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の一般緊急輸送道路に指定されている。1933年初代の橋が完工し、1935年8月に開通した。橋長 115.6 メートル、幅員22メートル、最大島長44メートルのカンチレバー式、プレートガーダー橋である。現在の橋は1985年に架け替え工事が行われ、1988年完工した2代目の橋。施工会社は三井造船及び三菱重工業である。橋の西岸には東京都道318号環状7号線が通る。付近に同名のバス停留所も存在する。亀有を舞台とした作品である。こちら、葛飾区亀有公園前派出所の葛飾ラプソディのオープニング映像に当橋が登場した。ありがとうございます。